この動画は黒で統一したペンケースの紹介です。皆さんこんにちは、ピースケです。今回は黒で統一した筆箱の紹介をしていきたいと思います。こちらのペンケースがジップイットのモンスターポーチのブラックカラーです。今回のペンケースに関してはなるべく黒で統一するようにしました。ということで早速見ていきたいと思います。それではまず消しゴムから見ていきたいと思います。こちらがペンテルのアインブラックです。いくつか黒い消しゴムを試したんですけども、こちらのアインブラックですね、こちらが一番軽く消せましたので、こちらの黒い消しゴムを選びました。黒い消しゴムでリサーレもあったんですけども、ピースケ的にはこちらの方が消し味が若干軽いかなと思いましたので、この消しゴムにしました。続いて蛍光マーカーがこちらですね。様々な蛍光マーカーあると思うんですけども、一番見えやすいのが黄色の蛍光マーカーかと思いますので、こちらの蛍光マーカーを採用しました。昔から販売されてる製品でペン先が強いんですよね。加えて細い方とそれから太い方ですね、ついていますし、それからペン全体が黒だったのでこちらを採用しました。はい、続いてボールペン部門ですね。ボールペン部門はこちらの2本です。共にジュースアップの 0.4 なんですけども、一つがブルーブラック、それからもう一つがレッドですね。こちらの製品が水性顔料を使っていまして、とても滑らかな書き味で、ペン先もこんな感じで細くなっていますので、とても書きやすいですね。ペン先が太くなってる感じはしないので、ノートに書く際もとても滑らかに書くことができます。ブルーブラックはこんな感じですね。発色も綺麗ですし、滑らかさも群を抜いてるかと思います。はい、続いて修正テープなんですけども、少し前の動画で紹介したんですが、なるべく黒い文房具で統一したかったので、なるべく全体が黒い修正テープを選んでみました。こちらの修正テープなんですけども、ペン先がキャップではなくてですね、なくしづらいのでこの辺が結構好きです。はい、続いてシャープペン部門になります。シャープペンに関しては 0.3 で、こちらの芯を使っています。ハイユニの 0.3 ですね。 0.3 のシャープペンの芯の中では少し高めの300円となっているんですけども、やはりハイユニということだけあって、とても滑らかに書くことができますので、こちらを使っています。それと番外編ということで、こちらですね、シャープペンなんですけども、オレンズネロの他にこちらのプレスマンですね、使っています。こちらが 0.9 の速記用シャープペンということで、こちらが会心なんですけども、会心も安くてですね、100円ほどで購入することができます。先ほどのオレンズネロの会心なんですけども、それと比べても明らかに長いですよね。芯のサイズもかなり長めで、専用の会心なんですけども、だいたい10センチほどですね、長さがございますので、速記をする上でですね、欠かせない、長く書き続けることができます。こう見てもかなり長いですよね。あ、前の芯が入ったかな。こちらのシャープペンなんですけども、 0.9 っていう太さもあるので、ペン先がパッと見こんなに太いんですけど、ノートに書く際はですね、こういった形で立ちながらでも折れる気配がないですね。しかもとてもペン先も滑らかなので、ストレスなく書き続けることができます。こちらのプレスマンのシャープペンなんですけども、お値段も200円ほどで購入することができますので、こちらの他にも様々な色が出てますので、選んでも楽しいですし、今回の筆箱は黒で統一するということでこちらを購入したんですけども、こちらの他にもポップなカラーが揃っていますので、筆箱に合わせて選べるかと思います。ということで、シャープペンに関しては長時間書く場合にはオレンズネロを使用して、短期間のメモとかの筆記ですね、それに関してはこちらのプレスマンの 0.9 を使っています。安価なのにも変わらず、こちらの金属クリップも採用してありますので、とてもいいシャープペンですね。ペン先も金属製です。それでは最後にこちらのペンケースですね、しまって終了したいと思います。まずオレンズネロ、それからプレスマン、蛍光灯、それからジュースアップ、それと 0.3 と 0.9 の会心、それから消しゴム、修正テープですね、モノエアです。はい、こんな感じになりました。パッと見は色がこうやってジュースアップとか入っていますが、割と黒で統一できたかと思います。はい、それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。